個人的歴代神捨てランキング参戦。3位ガンガゼ野外音楽堂、中央が開けている横長なステージ、一見かなり長射程が強そうなステージだが、長射程ポジが手前と右高にしかなく、手前だと奥まで届かない、右高だと裏取りルートから直結と、長射程が強くなりすぎない工夫がされていました。中射程は中央でバチバチ、長射程はそのカバー、短射程はそれを裏取りと、非常にバランスのいいステージでした。2位バッテラストリート、打開ルートがとにかく豊富で、正面ルート、右高ルート、左裏ルート、そしてそれら全てが打開側が有利になるよう高台になっており、ワンサイドゲームになりにくかったです。かといって打開側が強すぎることもなく、豊富な潜伏ポジション、高台から降りたら矢が王でも対面しなくちゃいけない地形など、とにかく神というか順当にいい部分を集めたステージでした。1位デカライン降下した、正直バランス的なところで言うと2位のバッテラの方がいいですが、デカラインは思い出補正がもうめちゃくちゃある。回収工事前のローラー強すぎポジションとか見てください、この小学生が考えたみたいな裏取りルート、いやー確かにそこには青春があった。